アロンソロボアロンソロボは、後期ルネサンスのスペインの作曲家。ビクトリアほど有名ではないものの、当時は高く評価され、ビクトリア本人が、自分に匹敵する才能の持ち主と認めたほどだった。セビーリ大聖堂で、少年聖火隊員を務めた後、オスナ大学で学位を取得、1591年まで主教座聖堂三次会員の、地位を得る。同年セビーリ大聖堂に、 フランシスコ・ゲレーロの助手として採用され、後に学長の地位まで昇格する。1593年にドレド大聖堂の学長職に採用され、1594年にセビーリアに戻るまでその任務に留まった。ロボの楽曲はパレストリーナのよどみない大宝の技術をビクトリアの厳粛で濃密な表現に結びつけたものと言える。ロボ作品のいくつかは、 1600年頃のイタリア音楽では普通だったコーリスペッツァーティの技法を用いているが、ロボは決して3つ以上の合唱は用いなかった。ロボの影響力はスペインの国境線を越えてはるかカナポルトガルからメキシコにまで及んだ。スペイン最高の作曲家の一人とする評価は100年にわたって続くことになった。ロボの作品はミサ曲や モテット、三つの受南曲、愛歌、詩編、聖歌並びに十二聖部のためのミゼレーレがある。世俗曲や室内楽曲が現存するかは知られていない。ありがとうございます。